気象衛星センター気象衛星センターは気象庁本庁に付属する施設等機関の一つで気象衛星からの観測データ受信及び気象衛星の運用を行う機関である。もともとは国際気象観測情報の送受信を行う気象通信省を起源とする。1968年にアメリカ海洋大気庁略称ノアの前身が打ち上げた。 極軌道気象衛星 SSA-6 号の気象データ受信を開始。1977年4月1日付で気象通信所を廃止して気象衛星センターに改組された。気象衛星センターの主な業務は極軌道及び静止軌道を周回する気象観測衛星のデータ受信を主たる任務とし、WMO 条約に基づき日本で打ち上げ運用を行う。 気象衛星の管理を行うことである。当センターの敷地内には予報部システム運用室と東京管区気象台が併設されている。気象庁予報部は気象衛星や全国各地の計測装置から取得したデータを処理し精度の高い予報を行うためスーパーコンピュータシステム数値解析予報システムを構築運用している。同システムは 気象衛星センター敷地内に設置されている。最新のシステムは、クレ a x c 5 0を主計システムとし、18ペタフロップスの演算能力を持つ、日立製作所製のスーパーコンピュータシステム、第10世代数値解析予報システムである。2018年5月16日に、日立製作所が構築、納入を発表、同年6月5日より運用開始。 それまで使用していたスーパーコンピュータシステムからは6年ぶりの更新となり、主計システムの総理論演算性能で従来比21倍、システム全体で従来比10倍の処理能力を持つ。導入費用40億円、計画運用期間は2023年までの5年間で年間12億円の運用コストを見込む。本システムの導入により、降水短時間予報が それまでの6時間先までから15時間先まで予報可能に台風の風速や中心気圧はそれまでの3日先までから5日先まで予報可能になるなどより長い期間の予報を高精度に行えるようになった気象衛星通信所。ありがとうございます